ぜひね、ありがとうございます。では、こちらちょっとだけ小指だっていただきます。ちょっとだけなんですけど、もうなんか先っぽだけなんですけど、それはいいのかな。優しくて寂しげで、ちょっと強気で一本気、硬いリンゴのように、千葉ゆき企画でもう好き勝手にさせていただいて、今日来てくださったお客様の中にも出ていただいておりまして、なんかとても楽しい時間を過ごしたんで、今日はずっと1年間の総集編でいろんな楽器を持ってきましたので、拙い演奏ですが楽しんでください。で今日はね、お客さんをこう見渡すと音楽をやられている方がばっかりなんですが、なんと私のお友達がね、中学高校と一緒 の、 高校はね、そこのもうむちゃくちゃ賢い郡山高校で、軍校軍校ってそんな言うほどなんですけどね、同級生でございます。そしてあきちゃん、娘様がね来てくださって、なんと彼女は妊娠8ヶ月でございます。よろしいな、よろしいな。はい、そんなね、身をもらう来てくださってありがとうございます。ということで次の曲なんですが、人の命というのはまず始まりがあります。その中で数字が出てくるんですけど、3億っていう数字が出てきます。その3億っていう数字の意味は、その元々のね、その人間の元々の男性を持っておられるその数が3億なんです。ということで、みんなちょっと変なこと言われて、僕というまだちょっとかしこまってやってるからさ、ウクレレの時はちょっとそんな感じで頼むわ。同級生来てるし、あ、そうか、どうも失礼しました。
三国の中の一つが僕になった他のやつにもチャンスはあったのに僕が生まれた父や母に産んでほしいと頼んだわけではないのだけれど僕が生まれた50億の一つ僕が生まれたちょっと待ってすいませんあの危機絶対俺のせいや俺のせいやってさあケイちゃんのせいにしとこうとあのキーを間違えましたさっきこうで、ね先も変なこと言うからやん。俺らのせいやな。すいません。黒部さんのせいやな。なんでやねん。相当それはあると思う。俺は敵やから。そうじゃん。三国の中の一つが僕になった他のやつにもチャンスはあったのに僕が生まれた父や母に産んでほしいと頼んだわけではないのHana hirake, boku no
やらさせていただいたんですが、千葉駅の活動にはなくてはならない方がおられます。市本充さん、ちょっと持ち上げておきますね。市本さんとは千葉駅ミノリーズとか、あと市本充ユニットっていう充さんのバンドでご一緒させていただいていますので、ちょっと年末最後なんで、よろしくジャパン、よろしくお願いします。略してスコジャ、ごめんなさい、みっちゃん、スコジャ、そういねろ、みっちゃん、そうやねん、もう今年いっぱいそういうねすらしてへんからな。それなのにいっちゃんやのに、やのにけど、それも知らんと。次の曲なんですけども、クリスマスということで、クリスリーブスという昔から伝わっているイングランド民謡に乗せた、What Child Is This カレー歌なんですけどもね、クリスマスソングがありましたので、ちょっと厳かにやってみたいと思います。Thank you.
てやって、内本さん。なんでか忘れて。クリーンスリープ、なんかちょっといい感じで、いい曲ですよね、これね。はい。なんかすごい最近ね、どんどん弾けてません、感覚が。なんか、え、なんか弾けてもらう。弾け。何何それ。ファッションが弾けてはずです。そんなことないよ。はい、リモート。では次は、これを用いたのがあのオートハープっていう楽器なんですが、私は1年ぐらい前から始めてるんですが、あのもう弦楽器の師匠の石本さんの本番のね、綺麗な音。では、何行きます？行きますって決まってるやん。やっぱりクリスマスだしね、こうキラキラってあのツリーなんかも輝いてるので、一曲あの一曲歌わせな、はい、ちょっと待って、まだまだ、今年はどんな年でした？今年はね、新しく始めたとかね、そういうのはあんまりないんですが、今までいろんなことやってきたものをこう現状維持っていうんですかね、それが結構しんどくて、まあ、あの仕事なんかもそうですし、家庭内のこともそうですし、なんかもうなんかね、キープするっていうのは結構大事だなというのを感じた年でした。あのどうでしたか、市本さん。俺は大作家ですからね、あの給料がね、年間107万円下がりましたね。残業やからね、ね、役職ついたりやから、ほんま生活がだらっと変わりまして、うん、で一番変わったのは、ピーツ・ギャンズ・ヒロポンズの大躍進ですよ。もう月に21本ぐらいのライブがあったよね。大作家で、俺、役年やからな。俺、役年上げて大作家やからね。ほんま、でもまあまあ、じっとしてて、俺、何も今年は自分で動かなかったんです。だから自分で動かんかったら、流されることなく、うまいこと流れていったら、結構いいことがいっぱいありました。だから来年まで大作家なんですよ。だから来年まで俺はじっと、流れに身を任せて、流されることなく、自分を見失うことなく、うん、やろうかなと思ってます。来年もよろしくジャパン、イエイ、イエイ。では、俺には珍しくこのちょっと歌いますね。Yeah.
夕焼けの山に乗る
俺人見知りが激しくて口下手なもんでどうしていいかわからないんですが、どうゴミや、はい、すいません、あのね、ゴミ の分別はきっちりしましょう。今ね年末でね大変なんですよ、倍ぐらいゴミ出てます。ほんで今日雨の中より一生懸命歌えやさんさんね、喋ってくれって頼まれと、そうやね、頼まれとね鉄骨の男だよ、鉄骨の男やな、俺らコミヤの男やからね、もうほんまに、ね、一生懸命かっこええやん、もともとコミヤの男やから、何ですか、3日ほど1ヶ月は働いたね、1ヶ月働いた、16歳か7歳ぐらいの時な、あの俺引っ張っていってね、一緒にね、俺はその時当時彼は引っ張って来ますよな、俺も二人とも河合さんに来て G 版 でパンクのハードコアみたいな格好して、俺運転してケースに後ろのパッカーの後ろまでやったもんみたいにぶら下がってたあれほんで市民から苦情来ましたよ、壊してもらってるほんでその次それあれね禁止になったんですよ、だから今一生懸命ねパッカー車の後ろの助手を走ってますよ、ま、小学生がおちょこてきよんねん、臭いやれねんよ、ほんま俺って俺らの臭いって言うねんな、今やったらもうクビですよそんないい時代がありました、ほんま遠い昔話ですよね、ほんまでもまあまあ、あの早くしろはい、では最後の曲いきます。いやほんまありがとうございました、あのプラチナソニック万歳でございます、うまいもんまくれましたし、この後誰が出てくるの、あとはゾロさん、ゾロさん、そしてアキ、アキ、アキ、そして、ゆうきとりおさんです。素晴らしい、今もうこれ最後まで今日は男性ね、あの大御所ばっかりで、そうこう言ってんですよ、そうなんです、こうなんです、一応はい、また来年も、はい、あの突然やってきまして、楽器だけ弾かせていただきました、ほんまに思いさせてもらいました、ありがとうございました、イエイ、また来年もいろいろお願いします。では最後トンネルの歌いきます。それ何じゃ、マウンテンダルシマっていう、アメリカのアパラチアン山脈で生まれた楽器なんですが、あのスコットランドアイリッシュの方 の移民さんがねちょっと作られてアイリッシュ音楽の影響を受けている楽器でございます。こんな長いトンネルってあるだろうか、もう前も城にも行かないよ、最後の汽車から降ろされて、もうあの子にも会えないよ、おいらもそうだよ本当はさ、家に帰りたがってる、都会は花盛りですって頼りを出した、もうそんなの嘘だけどね、
になるのだが、呼び合う声だけが聞こえるよ。誰も姿は持ってないから、こんな長いトンネルってあるだろうか。もう前も後ろにも行かないよ。最後の汽車から滅ぼされて、もうあの子にも会えないよ。